私はこの子を親御さんのところへ送っていくわ。よかったら学校で待っていてもらえるかしら。はい。話ってなんだろうね。なんか怖い目で僕のこと見てたけど、もしかして村長さんが言ってたロイドの先生ってあの人なのかな。ロイドの。あのリフィルって人がロイドの先生。多分ね。ロイドの人殺しの先生。エミル、冷静に。分かってるよ。エミルって学校ではどうだったの？勉強はできる方だった？ルインでは学校に行ってなかったから。パルマコスタでも？どうだったかな。それよりセンチュリオンの学校ってあるの？あると思いますか？すごい話題のそらし方。エミルってば勉強苦手なんだ。嫌なこと聞いてごめんね。みんなロイドの似顔絵だよね。人間は器用ですね。どれ、ちょっと見てみましょう。テネブライに絵心があるとは思わなかった。心外ですね。これは先ほど助けたポールが描いたもののようですね。大好きロイドか。みんなどうして。誰か来ます。お待たせ。あら、絵を見ていたのね。これさっきの子が描いたものですよね。ロイドのこと大好きなんですね。ポールの父親は2年前のディザイアによるイセリア襲撃で亡くなったの。ロイドの、いえ、ロイドと私の弟が引き起こしたあの事件でね。それなのにどうして。ポールは笑顔を忘れ塞ぎ込んでしまったわ。世界再生の後でそれを知ったロイドは毎日ポールの元に通ったの。ポールのお母さんに罵られてもね。そしてポールのお母さんリリアさんにプロポーズした。プロポーズ？ええ、自分が父親の代わりになろうと思ったらしいわ。そのためにリリアさんと結婚する必要があると考えたのね。そんなバカな。当然リリアさんも怒ったわ。怒って台所のトマトを投げつけた。それをロイドが反射的に打ち返してしまって、トマトはリリアさんに命中。その後は家中がトマトまみれで大騒ぎ。でも気づいたらポールもリリアさんも大笑いしながらトマトを投げていたの。そんな話聞きたくねえ。みんなうぜえんだよ。二言目にはロイドロイドってな。大体てめえはどうしてそんな話を聞かせやがるんだ。あなたたちの話は村長から聞いたわ。私がロイドの担任だった教師よ。あの子と一緒に旅をしていたわ。
なぜみんながロイドをかばうのか聞きたいのではなかったの？うるせえ！どうせてめえもロイドは悪くねえとか言い出すんだろうが。あら、誰がそんなこと言ったかしら。あなたはロイドのことを信じていないんですか？あなたはロイドの仲間だったんでしょ？私があの子を信じることとパルマコスタの事件が事実か否かは別の問題よ。それにパルマコスタの事件と過去のロイドの人間性は何の関係もないわ。冷静になりなさい。そうしなければ真実は何も見えないわ。冷たいんですね。そうかもしれないわね。最低！マルタ、マルタ、待てよ。マルタ、どうしちゃったんだろう。さあ、とにかく探してみましょう。この村からマルタ様の気配がします。まだ遠くには行っていないと思いますよ。うん。マルタ、急にどうしたの？リフィルさんって僕たちの味方っぽかったのに。私、ああいうの嫌だ。マルタ、あの人ロイドの仲間だったんだよ。それなのにどうしてあんな冷たいことが言えるの？もし私があの人と同じ立場でエミルを悪く言われたら、私絶対かばう。だって仲間だもん。エミルを悪く言う人のこと怒るし、きっと説得もする。そうか、だからみんなロイドをかばうんだ。エミル、ロイドのことを好きだって言う人のこと怒っても仕方ないんだ。みんな僕らと同じなんだもん。その当たり前のことに僕気づかなかった。ずっとイライラしてた。だからあのリフィルという人は冷静になれと言ったのかもしれませんね。誰だって自分が好感を持っている相手を否定されれば腹も立つでしょう。そんな状態では仮にロイドの行方を知っていても教えてはくれない。違いますか？テネブライの言う通りだ。ねえマルタ、もう一度リフィルさんに話を聞こう。あの人なら僕らの力になってくれるかもしれないよ。うん。どうしましたエミル、浮かない顔して。リフィルさんってなんか不思議な感じがするなって。不思議と言いますと？うん、ポールを叱ってる姿、本当なら怖いはずなのに怖くなかったなって。僕がおじさんたちに叱られた時はいつも怖くて嫌で。そこに愛があるかないかの差でしょうか。そっか、僕は愛されてなかったんだね。ちょっとテネブラへ、あんた愛とか分かりもしないのにエミルを落ち込ませるようなこと言わないでよ。私だって愛ぐらい理解できますよ。しっけえな。相手の気持ちを無視して自分の気持ちを押し付けるエゴイズムでしょ。
さっきは。謝らなくていいわ。あなたにとってロイドが仇なのは事実なんだから。でも彼に助けられた人間にとって彼は恩人なの。その事実だけは認めなくてはね。あなたはロイドを信じていないんですか？私の個人的主観があなたたちの役に立つとは思えないけれど。私には分かりません。あなたはロイドの先生で仲間なんですよね。そうね。私はロイドが好きよ。信頼できる人物だと思っている。それは今も変わらないわ。でも人は良くも悪くも変わるものだわ。今の彼を私は知らない。私の信じるという主観がパルマコスタ襲撃に巻き込まれた人たちの言葉を否定するだけの根拠にはならない。そう思っているだけよ。難しいんですけど、つまり僕たちのことも信じてくれるってことですか？あなたたちの人格ではなく、パルマコスタ襲撃という事実を信じるということよ。私たちは信じられないって言うんですか？あら、あなたたちだって私を信じられる？私、信じるに値するかどうかはお互い今後にかかっていると思うのだけれど。理屈っぽい人。ロイドの情報を持っているかもしれない相手にそれはないわね。ロイドの行方知っているんですか？あなたたちの旅のこと、特にセンチュリオンコアについて教えてくれるならヒントをあげるわ。どうしてセンチュリオンコアのことを？コレットから話を聞いたのよ。だから人間牧場の跡地であなたたちの名前を聞いてすぐにピンときたわ。マルタ、どうする？話そう。コレットは私たちの敵じゃなかったんだし。なるほど。ラタトスクの騎士ね。いいわ。疑問点はおいおい聞かせてもらうことにしましょう。それでロイドの行方だけれど、あの子を見かけた人がいるそうなの。本当ですか？ええ、コレットのご近所さんでペペという人よ。一緒に話を聞きに行きましょう。ペペ、悪いんだけれど、この二人にロイドを見かけた時のことを話してくれるかしら？え、だけどこいつらロイドを仇だって追い回してるって。誤解よ。私が保証するわ。リフィール様がそうおっしゃるなら。少し前、変な空飛ぶ乗り物が旧トリエット跡の方へ飛んでったんだ。あのツンツン頭は間違いなくロイドだよ。本当ですか？ありがとうございます。エミル、急ごう。もしかしたら追いつけるかも。うん。ちょっと待って、私も同行させてほしいのだけれど。どうしてですか？私はロイドの担任教師よ。もしも本当に道を踏み外したのなら支え、正しい道に戻してあげなくては。それにロイドがセンチュリオンコアを集めているというのも気になるわね。あの子は半年前までエクスフィア探しの旅をしていたの。あの子にとっては父親との約束でもある大切な使命なのよ。父親？
それって大工さんですか？とにかくそのエクスフィア探しを中断するぐらいセンチュリオンコアが重要だということよ。興味。エミリー、どうする？一緒に行ってもらおう。リフィルさんが一緒ならパルマコスタのことも聞けるかもしれない。そうだね。ならしばらくの間よろしくお願いするわね。あの、何かしら？あ、いえ、何でもないです。何でもないのに人を呼ぶのは感心しないわね。すみません。おや、リフィルさんのことは怖くないのでは？なんか先生っぽい喋り方されると違った意味で緊張しちゃうんだよね。そうだ、マルタ、リフィルさんにテニブラエを紹介しないと。あ、そっか。お呼びですか？動物、いえ、魔物が喋った。ああ、これがコレットの言ってたテネブちゃんね。テネブラエです。あなたはなかなか賢い方のようだ。マルタ様とエミルをお願いいたします。精霊とは気配が違うわね。やはり魔物に近い感じだわ。魔物は私のしもべですから。なかなか興味深いわね。ぜひいろいろお話ししてみたいわ。歓迎しますよ。すごいなあ、リフィルさん。動じないよ。そうだね。根本的にクールな人なんだろうな。リフィルさんってハーフエルフなんですよね。あなたたちも怖いのかしら、ハーフエルフが。ハーフエルフは悪い存在だと教えられていました。でもあなたは私たちと同じように見える。私をどう判断するかはあなたたちに任せるわ。私は正直ハーフエルフが怖いです。でもあなたをハーフエルフだから悪いとは思いたくない。人間にも悪い奴はいるから。そう、人はいろいろと面倒な心を持っていますね。二人とも、そろそろお腹が空く頃だと思って食事の準備をしておいたの。さあ、どうぞ。ああ。あの、でもこれ、何ですか？ああ、説明がまだだったわね。これはレモン詰めご飯よ。ほら、酢飯っていくらでも入っちゃうような食べやすい感じがするでしょ。あの食べやすさを普通のご飯にも活かせないかと思って丸ごとのレモンをくり抜いてその中にお米を入れて炊いてみたの。隠し味はガラムマサラよ。画期的でしょ。ああ、食事をしなくていいセンチュリオンに生まれて本当に幸せです。ああ、なんということだ。大樹暴走で崩壊したとは聞いていたが、貴重な遺跡が、カーボネイトが損失だ。偉大な歴史の損失だ。リフィルさんも二重人格なのかな。お？ほら、エミルも戦闘中とか、それ以外も時々人が変わったみたいになるから。
え、戦ってる時以外も変わってる？うん、あれ気づいてると思ったけど。戦闘中に人が変わったようになるのはラタトスクの騎士の力と聞いていたけれど。あ、はい、ラタトスクの力が憑依して変わっちゃうみたいです。ラタトスクコアというのは確かマルタに寄生してるのよね。はい、おでこのところについてる宝石がそうです。そう。少しよろしいですか。この瓦礫の奥、魔物と人の気配がします。入れるのではありませんか。本当？リフィルさん、行ってみましょう。ロイドかもしれません。ええ、そうね、行きましょう。それにしてもお前の存在は興味深いな、テネブラエ。触ってもいいか。構いませんが。おお、この手触り、猫でも犬でもノイシでもない。なんとも言えない心地よさ。これが闇の手触りか。お褒めの言葉恐縮です。こんなに伸びるのか。ああ、この感触は江南大将に変幻自在と見た。触っただけでさような変化を見抜くとは、リフィルさんもなかなかの経験を積まれているようですね。その物言いも興味深いな。まさに興味津々ですね。もしかしてコレットの言っていたマニアってリフィルさんのことですか。確かに、あの子たちは私を遺跡マニアと呼んでいるようね。でもどうしてマニアという単語だけで私のことだと思うの？そのコレットが遺跡を見ると突然別人のようになる仲間がいるって。別人のように？ええ、性格が突然豹変するその様はまさにアキラセス、衣類異形、怨霊怪異、体力乱心、ゴズメズ、コリ妖怪、三景木に、チミ毛量、妖異限界、妖怪変化だと言っていました。私がそれに当てはまると？エミル。え、そんなこと。ちょっとテネブラエ、そういうのやめてよ。もうダメだ。ジーニアス？姉さん？ジーニアス、あなたこんなところで何をしてるの？イセリアで落ち合う約束だったでしょ。ごめん、でもロイドを見かけたんだ。それで追いかけようと。っていうか姉さん、その後ろの人たちは誰？それが実はね。なるほどね。それで姉さんたちもここへ来たんだ。ロイドはこの奥？そうだけど、あの魔物が通せんぼしてて先に進めないんだ。攻撃してもびくともしないし。ロイドはどうやってこいつをどかしたんだろう。多分餌を与えたのでしょう。何？私はセンチュリオンテネブラエ、お見知りおきよ。ああ、さっき話に出てたテネブちゃんとかいう。テネブラエです。それであの魔物ですが、睡眠中は全ての属性攻撃を吸収してしまいます。昔ここに来た時はこんなやついなかったけどな。暑いところを好む魔物ですから、この寒さで暖かい地下に逃げ込んできたのかもしれません。じゃあまずはあいつの餌を取ってこないと。何を食べるの？
主に淡水系の魚や魔物が好物です。この辺りの淡水というとトリエットのオアシスかしらね。トリエットに行くなら僕もついてく。ずっとこいつとにらめっこしてて疲れちゃったよ。ジーニアスとリヒルさんは兄弟なんだよね。ってことはジーニアスもハーフエルフだよね。ま、普通は確認するまでもなくそうじゃない？ハーフエルフ。何？二人ともやっぱりハーフエルフが嫌なの？二人のことは嫌いじゃないよ。ならそれで十分だよ。普通はハーフエルフってだけで嫌な顔されるし。ロイドもそうだった？ロイドはハーフエルフだろうがなんだろうが気にしない高鉄の神経の持ち主だからね。そうなんだ。なかなかイセリアに戻ってこないと思ったらこういうことだったのね。そりゃこれだけ世界中でロイドのことをいろいろ言われてるのに本人見つけたら気になるでしょう。そうね。でも入れ違いにならなくてよかったわ。うん。ところで姉さん、僕変わったと思わない？何かしら。もう背が伸びたんだよ。ちゃんと見てよ。声も少し低くなったし。そうかしら。でどれぐらい伸びたの？1ミリ。せいでこうなってるんじゃないの？イセリアだって寒かったし。でもつい何ヶ月か前に来た時はこんなじゃなかったのに。そうね、確かに雪まで降り始めたのはここ1ヶ月ぐらいのことらしいわ。これはセンチュリオンコアの暴走によるものかもしれません。突然変わるもの？他のセンチュリオンコアの覚醒によってよりバランスが狂ったとも考えられます。センチュリオンコアって迷惑なものだな。いやはや申し訳ありません。ねえジーニアス、どうして君の武器は剣玉なの？昔ロイドが誕生日に剣玉を作ってプレゼントしてくれたんだ。魔術を使うとき集中するのに役立つんだよね。なるほどね。それで武器にしたんだ。っていうか剣玉で遊んでたら紐が切れてロイドの頭に弾がぶつかっちゃってさ。え？それでロイドが気絶したのを見てコレットとこれは武器になるねって。どういう友達関係なんだこの人たち。夜でもないのに砂漠が寒いって腹が立つ。
早くなんとかしないと、寒くて死んじゃうよ。あらジーニアス、あなた寒いのは苦手ではなかったと思ったけれど。そりゃ子供の頃はそうだったけど。ジーニアスは今でも子供っぽいよね。うるさいな、僕の成長期はこれからなの。砂漠の雪、砂漠の生態系への影響が気になるわね。もともと砂漠の生き物は寒さに強いはずだけれど、こんなにマナのバランスが乱れるとは。ラタトスク様、さぞかしご無念でございましょうな。でもなんかちょっとロマンチック。こんなところ好きな人と腕組んで歩きたい。好きな人と、いいね。僕のブレスや。ほんと性格出るよね。そうか。それでお目当ての魔物まで焼いてしまったら問題よ。では湖面に穴を開けて釣り上げてはどうでしょう。じゃあ釣り竿を持ってこないと。いえ、私が釣り竿に変化します。餌は配下にした魔物を使いましょう。え、そんなことできるの。もちろんです。でもせっかく配下にした魔物を餌にしたら。大丈夫、本当に食べさせはしませんよ。ルアーにするようなものとお考えください。彼にお願いしましょう。グズグズしていたらロイドに逃げられてしまってよ。そうですね、テネブライ頼むよ。では湖面へ参りましょう。それにしても砂漠のオアシスがこんなに凍っちゃうなんて。コアってすごいパワーだね。そのうち凍ったバナナで釘が打てるようになるわよ。え、バナナで釘。ええ、私が幼い頃そういう実験が流行したのだけれど、最近の学校ではそういった実験はしないのかしら。さあ、記憶はないですね。私、そんな実験するくらいならバナナ食べる方が好きだな。そうね。モンスターフィッシングを始めますか。うん、やるよ。では私が釣り竿になります。次に釣りを行いたいポイントを選び、氷に穴を開けてください。
うん。ポイントが決まったら餌となる魔物を選んでください。じゃあ今回はこの魔物でやってみる。では始めましょう。大きいのがかかった。重いよ。私を離してはいけません。でも頑張ってエミル。力を合わせて引き上げるのよ。はい、はい、1、右の3。何あいつ。あれが旧トリエットの地下にいたデナイドの好きな餌です。随分大きいですね。なんかこっちに睨んでない。来るよ。まだ完全に息の根が止まっていないようね。仲間にしてはどうかしら。だけどこの後食べさせるんでしょ。あら、隙を作ればいいだけなんだから食べさせなくてもいいんじゃない。確かに。エミル、契約をお願いします。やってみるけど失敗しても怒らないでよ。これでやっと先に進めるね。うん、急いでロイドを追いかけなきゃ。釣り竿に変化するなんて初めて見たよ。実に興味深い。他には何に変身できるの。犬。千の顔を持つセンチュリオンと言われる私を見損なわないでください。私がその気になれば絶世の美女にだってなれますよ。美女。ない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 。僕釣りするの初めてだったんだ。実はそうなんだ。ファルマコスタは港町だし子供はみんな釣りをするもんなのに珍しいね。そうなんだ。それで初めての感想は。相手にいろいろ仕掛けて引いたり緩めたり駆け引きっていうのかな。それが難しいよね。それが釣りの醍醐味です。マルタ様のような魚ばかりなら入れ食い状態でしょうけれど、それでは熱くなれませんからね。入れ食いで悪かったね。Thank you.
he proposed tomatoes to Lilia. I don't want to hear this crap anymore.